東京タワーといえば、その象徴的な姿とともに、多くの人々の心に深く刻まれた存在です。しかし、今回話題となっているのは、その建物ではなく、人気俳優、長瀬廉さんが主演するドラマ、東京タワーでの感動的なシーンです。長瀬さんが演じるキャラクター、唐が夜道を歩きながら、涙を流すシーンは、多くの視聴者の心を揺さぶりました。 その切ない場面にネット上ではかわいそう、捨てられた子犬みたいといった声が寄せられています。このシーンが視聴者に強い印象を与えたのは長瀬さんの演技力だけでなく彼が演じるトウというキャラクターの背景にもあります。トウルは東京の華やかな街並みに対してどこか孤独感を抱えた青年でありその内面の苦しみが夜道を歩く姿に 現れています特に夜の静寂と彼の涙が相まって視聴者に深い共感に呼び起こしました。長瀬さんはジャニーズ事務所に所属し、King&Prince のメンバーとしても活躍していますが、俳優としての一面も評価されています。彼の繊細で感情豊かな演技は多くのファンを魅了し、今回のドラマでもその才能が遺憾なく発揮されています。 トールの切ない涙は彼の演技力のたまものと言えるでしょう。このシーンに対する視聴者の反応は SNS や掲示板などで芝叩く間に広がり、感動のコメントが多数寄せられました。本当に心が痛くなるシーン、長瀬さんの涙に自分も泣いてしまった。 等の気持ちが痛いほど伝わってきたといった声が見られ、視聴者は長瀬さんの演技に深く感動していることが伺えます。また、このドラマ自体が描くテーマも、視聴者の心に響くものとなっています。現代社会における孤独や人間関係の脆さ、そしてそれを乗り越えていく力強さが、トールの物語を通じて描かれています。長瀬さんの涙のシーンは、 そのテーマを象徴する重要な場面の一つであり、多くの人々の共感を呼んでいるのです。東京タワーというドラマタイトルは、東京という大都市の象徴であると同時に、登場人物たちの心の灯台のような存在でも、あります。トールが夜道を歩きながら、涙を流すシーンは、彼が自身の孤独と向き合いながら、未来に向かって歩み続ける決意を示しているのかもしれません。 今後の展開がますます楽しみなドラマ、東京タワー。長瀬恋さんが演じるトールの成長とともに、視聴者も、また、彼の歩む道を見守り続けることでしょう。そして、その過程で私たち自身も、何か大切なものを見つけることができるのかもしれません。キングプリンスの長瀬恋が主演を務めるドラマ、東京タワーテレビ朝日系。 毎週土曜23時第7話が1日に放送。遠長瀬が涙を流す展開に反響が集まっている。東と獅子は、特別な時間を過ごすために、泊まりがけの軽井沢旅行に出かけることにした。獅子は、夫の浅野広本正広には、友人と軽井沢に行くと伝えていた。しかし、実際には、東と二人きりでの旅だった。旅行当日。 トールとシシは静かで美しい軽井沢の自然に包まれながらゆっくりとした時間を過ごしていた。トールは日常の喧騒から解放されるこのひとときを心から楽しんでいる様子だった。二人は軽井沢の名所をめぐり自然の中で散策を楽しみ美味しい地元の料理を堪能した。湖のほとりを歩きながらシシはトールにここに来るのは初めてと尋ねた。 トールは微笑みながら、うん、前から来てみたかったんだ。でも一人じゃなくて、君と一緒に来ることができて本当によかったと答えた。獅子も微笑み返し、二人の間には静かな幸福感が漂っていた。夜になると、トールと獅子は静かな宿に戻り、部屋のテラスで星空を見上げながら語り合った。澄んだ空気の中で見る星々は、 都会では味わえない特別な輝きを放っていた。獅子はふと、夫には言えないこの瞬間の幸福を思い、心の中で複雑な感情が交錯した。次の日の朝、二人は早起きして、軽井沢の清々しい暑さを迎えた。森の中を散歩しながら、トールは獅子に、この旅行は忘れられないものになるねと語りかけた。獅子は、少しの間沈黙した後、そうね。 本当に、特別な時間だったと、静かに答えた。旅行を終えて現実に戻る時が近づくにつれ、獅子の心には、一末の寂しさが残った。しかし、それ以上に心に深く刻まれたのは、トールとの特別な思い出だった。この短い旅が二人の関係にどんな影響を与えるのか、獅子にはまだわからなかったが、この瞬間の輝きは永遠に心に残るだろうと。 感じていた軽井沢で過ごしたこのひとときは、二人にとって、忘れられない特別な時間となり、それぞれの心に深く刻まれることとなった。獅子の別荘のベッドで、二人は、穏やかな時間を過ごしていた。窓の外では、風が木々を揺らし、鳥のさえずりが心地よい BGM のように響いていた。トールは、獅子の隣で微笑み、幸福感に満ちた瞬間をかみしめていた。 しかし、突然、遠くから車の音が聞こえてきた。その音は、次第に大きくなり、別荘の前で止まった。獅子の顔色が一瞬変わり、緊張感が走った。トール、あの人よ。服と靴を持って、バスルームに行って、いいから行くのと獅子は低い声で急いで指示した。トールは戸惑いながらも、獅子の言葉の真剣さに従い、急いで、バスルームへ向かった。トールが、 バスルームのドアを閉めた瞬間、玄関のドアが開く音がした。獅子は一瞬で表情を切り替え、迎え入れるために玄関に向かった。そこには、彼女の夫である浅野が立っていた。彼の表情は穏やかで、少しの驚きと喜びが混じっていた。獅子、出張をキャンセルしたんだと、浅野は笑顔を浮かべながら言った。獅子がせっかく休暇を取れたんだったら、 合わせようと思ってさその言葉に獅子は微笑み返しながらも心の中で複雑な感情が渦巻いていた獅子は浅野をリビングへ招き入れ手早くお茶を準備した浅野は別荘の静かな雰囲気に満足そうに目を細め椅子に腰掛けた「ここは本当に静かでリラックスできる場所だね」と浅野が言うと獅子は心の中でとの存在を思いながらも 冷静に対応を続けた一方、バスルームに隠れているトールは、ドアの向こうから聞こえる会話に耳を澄ませていた。心臓が激しく鼓動し、緊張感が全身を包んでいた。彼は、今の状況の異常さを痛感しつつも、獅子への愛情が彼を動かしていた。浅野が出張をキャンセルして、突然現れたことで、獅子と唐の関係に、新たな緊張が生まれた。 獅子はどうにかしてこの状況を乗り切ろうと努めていたが、心の中では、うとの時間がいかに貴重であるかを再認識していた。獅子の心の中には朝野への罪悪感とうへの愛情が複雑に絡み合っていた。この一瞬の訪問が三人の関係にどのような影響を及ぼすのか、獅子は予想もつかないまま、ただ目の前の現実に向き合うしかなかった。トールは静かな夜、 ホテルのバスルームで着替えていた。心臓の鼓動が耳に届くほど緊張していたが、これから起こることを予感していた。何かが変わってしまったのだと感じていた。そんな時、バスルームの扉が静かに開き、獅子が入ってきた。通る、大丈夫よ、と彼女は小声で言った。その声には、不思議なほどの冷静さが宿っていた。裏口のドアから出て、タクシーを呼ぶといいわ。 また連絡する。楽しかったわね。獅子の言葉は、トールの心に重くのしかかった。楽しかったわね。その言葉は、今の状況と、全く合わない。獅子はあまりにも冷静で、その冷静さが逆に、トールの胸を締め付けた。彼女の顔には、いつもの笑顔もなければ、悲しみの影も見当たらなかった。トールは、まるで一瞬にして現実から切り離されたような、 感覚に陥った獅子の言葉に促されるまま、トールは裏口のドアから外に出た。冷たい夜風が彼の方をなで、暗い夜道が続いていた。タクシーを呼ぶためにスマホを取り出すが、指が震えて、ボタンをうまく押せない。ふと立ち止まり、周囲の静けさに耳を澄ませると、自分の心の声だけが聞こえてくる。何が起きたんだトールの頭の中は混乱していた。 思ってたのと全然違う。なんであんなに冷静なんだよ。獅子さんの思う未来にきっと僕はいない。トールは涙をこらえながら、再び歩き始めた。獅子との思い出が、フラッシュバックのように次々と浮かんでくる。二人で過ごした、楽しい時間、笑い合った瞬間、そして愛を誓った夜。しかし、それらの記憶が、今となっては苦しいだけだった。 あの二人は何があったって壊れない。僕は彼女に捨てられたんだ。その瞬間、トールの目から涙が溢れ出した。暗い夜道を一人で歩きながら、彼は自分が一人ぼっちだという現実を痛感した。獅子の冷静さは彼女がすでに新しい未来を見据えていることを示していたのかもしれない。トールにとってその未来には自分がいないのだという現実が、 何よりも辛かったトールは歩き続けた涙は止まることなく流れ続けたが彼の心には一つの決意が芽生えていたこの痛みを乗り越え再び自分自身を見つけることそのためにはこの夜の出来事を受け入れ新しい一歩を踏み出さなければならない暗い夜道の先にはまだ見ぬ未来が待っているのだから トウとうと獅子が二人で過ごしているときに、浅野がやってくる展開に視聴者からは、怖い怖い、ひやひやした、獅子さん、何者旦那気づいてたな、旦那さんは、絶対気づいてる、ハラハラした。などの声が続出。獅子がとう一人で帰らせる展開にも、かわいそう、捨てられた子犬みたい、すくん切ない、痛々しいなどの声が集まっている。